こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。ということで来ました大型無料バージョンアップ 3.0 をやっていきます。妖怪ウォッチ3すき焼きが特製すき焼きに超進化。待ち受けるのは新たな妖怪、新たなダンジョン、新たなクエスト、そして何、新たなエンマ大王だと。面白いじゃねえか、お前たち準備はいいか。さらに進化した特製すき焼きを味わい尽くすがいい。はい、ということでバンスターズトレジャーブリー隊長にマークがついてるので話しかけてみます。お、いいところに来てくれた。どうかしたの？ちょっとお前たちに頼みたいことがあってな。俺たちに頼みたいこと？もしかして冒険の話か？ああ、まあそんなとこだ。お前たち神の山は知ってるな？神の山ってどこだっけ？このヌー大陸で一番高い山だ。最近まがまがしい陽気を感じてな。このヌー大陸に何らかの異変が起きている気がするんだ。だいぶふわっとしてないだに？異変なんてドキドキするワード。わあ、私もドキドキしてきた。そこでだ、お前たちに神の山を調査してきてほしい。危険かもしれないがどうだ、やってくれるか？来た、孤独なる王。ブリー隊長からの緊急指令発動。ヌー大陸にそびえる神の山に最近異変が起きているという。神の山の異変を調査しよう。経験値6666。なんか悪魔の数値みたいですね。上げランクの秘宝 ×3 をご褒美でもらえるこのクエスト、行ってみます。うん、わかった、神の山に行って調査してくるよ。俺も行くぜ、行動。もちろん私もお供しますよ。お、ビクトリアン、頼もしい仲間を持ってるな。それでは早速神の山に向かいましょう。クエスト、孤独なる王発生。ナビしてもらって向かいます。ヌタルク神の山町さん、多分外だと思うのでこっちに行ってみましょう。外側から神の山に行くのもなんだか久しぶりですね。うわー、矢印ついてる。どこだろう、参道から。あ、このまま上でいいんだ。ここ以前は行き止まりで何もなかったところですよね。進んでみます。神の山ってこの辺りだよね。あれ、特に何もなさそう。何を言いますか。に、人間にはこれが感じられないにゃん。ってことは妖気なんだよね、きっと。このまがまがしい容器は一体何なんだに？ 3 人してはてなマーク浮かんじゃってましたね。くくく、ここがそうなのか。え、あー、来た、暗黒神エマ、かっこいい。うおー、ふん。そのまま降りてくるんですね。我が名はエンマ、暗黒神エンマだ。エンマ、まさかエンマ大王でウィスか。そういえばよく見たらそっくりだにゃん。でもいつものエンマ大王と違う。神に対して無礼な連中だ。あ、しかも妖怪でありながら人間どもと慣れ合うとはな。だがちょうどいい、この地に住まう者の力試させてもらおうか。え、そのままバトルになりました。これは準備するでいけるのかな。あ、相手に使うはできないようです。ということはそのまま勝ちに行くパターンなんですね。行ってみます。いや、どんな技なのか見たいので、ちょっと待って、私も覚醒エンマを真ん中にしてやってみます。暗黒神エンマ、技が気になりますよね。一撃が強い。いや、一撃が強いって。久しぶりに至れり尽くせりが倒れました。いや、回復する回復する。あ、韓国もやばい。これはブラスターを使うべきと思うのでブラスターを使います。やっぱり友達モードはないですね。モード、うわ、硬い。基本的にニョロロンホーミングでアタックするとだいぶ削れるんですけど、
暗黒神今何も削れない。本当にちょっとだけ。はい。まずい、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 正面まずい、正面まずい。いやー、あ、来た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 。一発、一発。え、これ、これは、これは一発すぎる。いや、まずい、まずい。あー、よかった。だいぶ倒れました、私のパーティー。一応90マックスの子が多いんですけどね。いやー、経験値がすごいな、77,538。お金も 775.38 ドルなので、この数字何かの当て字なのかな。あー、なんとか倒せたね。本当になんとか倒せたね。え、わっ、あれ倒したはずじゃん。こんなものか。とでも思ったか。俺には死などない。それが暗黒神の力だ。暗黒神、やっぱり俺たちの知ってるエンマじゃない。俺は闇の力を手に入れ、神となった。そしてついに次元の狭間に隠された幻の大陸にたどり着いたのだ。次元の狭間？何のことです？お前たちが知る必要はない。この大陸は神である俺が支配する。え、やばいにゃん。こういう時はどうするにゃん。え、こういう時は勇気を出して撤退っすよ。そう、支配するのは俺一人の力で。え、マック、あいつ本当はもしかして寂しがり屋？ちょ、決めポーズかっこいい。うわー、バスターズキャンプ戻ります。勇気ある撤退とはこういうことですね。勇気ある撤退。あ、びっくりした。何、エンマ大王様にそっくりなやつが現れただと。そうなんだ。でも多分別人だと思う。すっげー強くて倒しても復活するんだぜ。あと次元の狭間とかなんとか、それって、あ、久しぶり、デマミちゃん。もしかしたら別の世界から来たのかもなのよ。ん？別の世界だと？このヌー大陸はね、みんながいた世界だけじゃなくて、他の世界ともつながってるの。不思議な場所なの。他の世界って、つまり、パラレルワールドとつながってるってことです？そういうことになるわね。じゃあもしや、暗黒神エンマは他の世界から来た別のエンマ？え？これももう俺たちだけで片付けられる問題じゃなさそうだな。とにかくエンマ大王様に報告だ。それなら俺たちがエンマ大王に伝えに行くよ。よし、それじゃあお前たちに任せたぞ。エンマ大王のところへ急ぎましょう。報告報告、大変だよエンマ大王、大変なんだ。なんだ想像し、ヌー大陸が大変なんです。ヌー大陸？バスターズ協会に調査依頼していた大陸のことかと。まあそれでヌー大陸がどうした？ヌー大陸にエンマ大王そっくりの暗黒神エンマが現れたんだ。何？暗黒神エンマだと？うん、それが多分別世界から来たエンマ大王で。何？そいつがヌー大陸を支配するとか何とか言ってるにゃん。倒しても復活して俺たちじゃどうにもできそうにないんだ。別世界の俺か、面白いじゃねえか。だが急に出てきて支配なんだ、聞き捨てならねえな。暗黒神、何やら胸騒ぎがしますね。よし、この俺自ら奴を止めてやる。大王様、お供します。大王様、ヌラリヒョンさんも来る。先に行っててくれ、すぐに追いかける。行きますよ。では私たちはバスターズキャンプに戻りましょう。お、ヌラリヒョンさんも来る。おい、何をグズグズしている。直ちに神の山に向かうのだ。やば、怒られた。怒られたのでそのままバスターズキャンプ飛びます。このパターンどうなるんだろう。暗黒神エンマ対エンマ大王になるの？お、エンマ大王のご到着っすよ。お前がエンマか。みんなが言ってた通り、あの暗黒神とかいうやつにそっくりだな。ぬ、大王様に向かってなんと無礼な。面白い人間だ。あ
そのツンツンなヘアスタイルとか和風な服とか最高っす。確かにイケてるぜ。俺もそういう感じにするかな。え、マック髪型変えるの？いい感じだな。着物座った連中だな。大王様、大王様、そのようなことを言ってる場合では。ああ、まあそうだったな。それで別世界の俺ってのは一体どこにいるんだ？ヌー大陸の一番高い山、神の山です。ほう、神の山か。コード案内を頼む。うん、エーマ大王と共に神の山に行きます。でも私も覚醒エーマなんですけどね。ああ、いた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 。別世界の俺か。どんなもんか見てやろうじゃないか。別世界の大王様、何やら嫌な予感がするな。神の山に向かいます。登っていって、はっ、浮いてる。暗黒神エーマ浮いてるんだ。よう、お前が別次元の俺か。この世界のエーマ大王か。まさか俺自身が邪魔しに現れるとはな。その力、まさかお前禁忌を犯したってのか。だったらどうだというのだ。暗黒神となった今、この大陸を支配するなどたやすいことだ。やるしかねえみてえだな。その姿で神にかなうと思っているのか。やってみないとわからねえぜ。ならば思い知らせてやろう。バトル？暗黒神エンマが現れた。このバトルはエンマ大王一体だけでやるんですね。エンマ大王対暗黒神エンマ、勝てるのかな。とりあえずあの HP 回復ちゃんとして。逃げる。あ、逃げられてる、逃げられてる。もうエンマ玉当たらない。回復します。これなんだろう。お、経験値玉。うわー、ちょっと怖いので基本的に回復しっかりやっていこうと思います。もうちょっとだ、もうちょっと。なんかないかな、なんかないかな。この辺、この辺、そこそこかなり回復する。もうちょっと、もうちょっと。あ、本当にもう少しだ。サボってる。エンマ大王がサボってる。なんかない、さっきのやつですね、さっきのやつ。はい、回復回復。サボっちゃダメ、サボっちゃダメ。あ、いけた。エンマ大王強い。まだ復活しやがんのか。エーマ大王ならば俺にも対抗できると思ったのか。何の力も得ていないエーマ大王など所詮はその程度。この世界は俺が支配する。エーマ大王は俺一人で十分だ。怪しい。大王様、ヌラリヒョンさん。え、どうなるの。捕らえられたの。え、消えた。ヌラリ、部下の命を盾にし生きながらえたか。安心しろ、すぐに同じ場所に送ってやるさ。次の一撃は避けられまい。けんな。うん、あー、覚醒した。ふざけんじゃねえ。これは、これ以上誰かを殺されてたまるか。てめえはここでぶっ倒す。怒りによって神へと覚醒したか。だがそれでも俺にはかなうまい。今度こそ息の根を止めてやろう。うおー、覚醒エンマ対暗黒神エンマになりました。あ、やっぱり一体ですね。ちゃんとサポートしないと。あ、サボってる、サボってる、サボってる。 ちゃんとサポートします。頑張れ。さっきよりちょっと硬いかもしれない。バーガー。おお、結構入ってるんだけどな。必殺技を打つのが怖い。え、あ、いけた。
勝利、覚醒炎末、炎末強い。経験値が81,100ですね。お金が$811。まさかこれほどとはな。やめろ。ん？マック？もういいだろ、こいつは戦えねえよ。だが奴はヌラリを殺した。そこをどけ。マック、毒猛か。え、マック、ならばお前ごと。エマは不思議に思わなかったのかよ。何の話だ。こいつは別の世界のエマなんだろ。じゃあなんでこいつにはコードやヌラリみたいな仲間がいないのかって。ん？なあ、ずっと一人で戦ってきたんだろ。何があったのか話してくれよ。人間ごときが俺に情けをかけるな。お前らに分かるはずがない、本当の孤独など。言ってくんなきゃ分かるかどうかも分からねえだろ。言えよ、聞いててやるから。マック優しい。俺の世界の妖魔界は妖怪たちの争いによって滅びた。え、闇の力で支配することでしか争いは止まらなかった。あなた様の世界ではヌラリヒョン様は側近なんていなかったさ。お前らのように物好きな人間もな、誰にも頼れずに戦っていくうちに力に飲まれてしまったんですね。俺にも心を通わせるしもべがいればな。しもべ？違うぜ、こいつらは友達だ。友達だ。友達、そうか、そんな言葉もあったな。なあ、別の世界のエンマ、俺と友達になろうぜ。コードやダイスだっているし。そんな情けはいらん。え、だが友達か。探してみるか、もう一度初めからな。え、どこ行くの？行くのか。他にやることができたのでな。もうここには用はない。そっか、頑張れよ。行っちゃうの？あ、行っちゃいました。ヌラリヒョンさんは？いやー、これで無事に解決ですね。でもヌラリヒョンは？今こうして生きているのはあいつのおかげだ。お前のことは一生忘れねえぜ、ヌラリ。あ、いるじゃん。ヌラリヒョン様？はっはっは、この私がそう簡単に消滅するとでも。ヌラリ、てめえ生きてるなら早く言えよ。怒られる。しかし私の死によって大王様は覚醒なされた。それはそうだが、そうそう、ヌラリのことかとか言ってね。言ってねえよ。さあ見せていただきたい、私の死によって手に入れた覚醒を。なんかすごい喜んでるよね。あ、な、それなんだが、実はあの時の怒りで覚醒したものの一時的なもんだったみてえだな。あれから覚醒できねえんだ。大王さん、なんとおいたわしい。これも日々の、え、鍛錬が足りぬ証。んなこと言われてもな。じゃあヌラリ様が死んじゃえばまた覚醒できるんじゃない、ふぶきちゃん。ぬっみんな大変なのよ、ヌー大陸に。え、新しい遺跡が出てきたの。遺跡？まさかまたヌー大陸に異変が起きているのか。遺跡なのではない。ん？あれ、暗黒神エマだ。久しぶりだな。なんか元気だね。あれからあまたの次元を越え、そして集めてきた優秀なしもべたち、いや友達をな、集めてきたんだ。早くない、戻ってくるの。俺の友達は貴様らの何倍も強いぞ。我が閻魔宮殿で貴様らの挑戦を待つ。閻魔宮殿、吹っ切れたって感じだな。いい感じだな。ああ、面白い。もう一人の俺、待ってろよ。その挑戦受けて立つぜ。お、クエスト孤独なるをバッチリ解決。
経験値が6666666、上げランクの秘宝を3つゲットしました。ルーレットボーナスの大当たりは神経験値玉、神経験値玉が欲しいけど、はい、ダンシングスターいっぱいあるから受け取れません。ヌー大陸に円巻き油田が出現した。まずはキャンプを出て調査してみよう。それにしても暗黒神閻魔強かったですね。でも閻魔大王と覚醒閻魔の方が強かったと私は思います。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!